どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマは介護休業と介護休暇です。今回の内容について、1、介護にまつわる制度、2、介護休業、3、介護休暇、4、制度を利用して介護離職を防ぐ、これらについて説明していきます。1、介護にまつわる制度。介護に対しての法定休暇制度は介護休業と介護休暇です。事業主は制度の利用や申し出をした労働者について不利な扱いをしてはいけません。労働していない時期について事業主からは無給でも構わないです。社会保険制度にて給付金の制度があります。今回の動画では給付金の説明があり、金のカテゴリーと重なる内容かもしれません。ただ介護に対しての時間を得るための制度が本質だと思うので、時間のカテゴリーとして説明します。2、介護休業。要介護状態にある家族を介護する労働者は、要介護状態の対象家族1人につき、通算93日まで3回を上限として、介護休業を分割して所得することができます。要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間にわたり常時介護を必要とする状態です。介護休業給付金についてです。雇用保険から支給されます。支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。介護休業給付金には条件があります。まず、介護休業開始した日の全2年間で賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある月を1ヶ月として12ヶ月以上あることです。次に、雇用契約期間に定めのある場合です。同一事業主の下で1年以上雇用されていること、所得予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までの間に雇用契約期間が満了することが明らかでないこと、端的に言うと雇用保険に加入していて月に11日以上出勤を1年以上していて、休業終了後の6ヶ月以内に契約満了していなければ条件をクリアできます。3、介護休暇。要介護状態にある対象家族の介護などを行う労働者が1日単位または半日単位で所得できる休暇です。対象家族が1人であれば年に5日まで、対象家族が2人であれば年に10日までです。介護休暇に対しての給付金はないです。4、制度を利用して介護離職を防ぐ。介護を理由に退職する介護離職が問題になっています。介護離職により長期的な収入減少や再就職の難航の恐れもあります。今回紹介した介護休業・介護休暇を活用すること、また介護保険でのサービスを活用して介護離職を防ぐことが大切です。今回は介護休業と介護休暇について説明しました。人生の中で介護をする時期は訪れます。今のうちから制度を勉強して準備するのはいいと思います。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。